物語文対策して、そうですそうです、ショートストーリーをいろいろ読んでる、はい、なんでいっぱいあるかっていうと、はい、なんか論述の時の表現を変えるためにいっぱいあると、はい、ちょっと10時間ぐらいですかね。あ、1日にそのとこ14時間どうしたんですか、はい、勉強時間きちんと保てるとか、はい、ルーティーンきちんとできてるとかっていう人がやっぱり分かりやすい、うん、学習アドバイスみたいになっちゃったしんどそうだね、僕もシュンとしちゃってフォーダイ始まりました。決勝日です、はい。今回はですね、再び田橋さんにおいでいただきましょう。はい、どうも、タラのガリビンです。田橋です。はい、お願いします。いや、今、田橋さんがね、はい、家で、動画撮ったんですけども、汗だくで。いや、もうしつこいですね。本当申し訳ないですね。もうサウナ状態ですね、本当に。すごいね、洋上班の家で。まあ、でもね、勉強だけしかできないみたいな場所ですから、ね、匂いもね、どかしながら。大丈夫ですかっていうところです。実際のところ勉強は今はかどってるのかどうなのかっていうのをね、はい、ちょっと聞きたいんですけど、はい、どうですか、去年と比べて進んでます？結構サポートしてくださる先生方も、はいはい、また新たに結構ついてくださって、そうですね、その指導のもとやらせてもらってて、指導オンラインとかで受けてるとか、そうですね、今ちょっと、まあ、時期も時期なんでオンライン授業でやらせてもらってますね、うんうん、いっぱい、なんかほら、ダメな受験生ばりに、あの、いろんな、いろんなものがあったりして、ね。教科書はたくさん持ってますね。今、いろんな社会。世界史どんだけあるんだっていうね。もう次々世界史が、もうどんだけあるんだっていう。世界史、重点的やってますね。英語もいっぱいありますね。はいはいはい。いっぱいありますね。Best American Short Stories。そういうことですね。東大のあの、最後の物語文対策として、そうですそうですショートストーリーズをいろいろ読んでるってことですね、はい、これちょっとですね、まあ、レベル高くてまだちょっと手出しなかったりしますけど、うん、多読してます、はい、これ動かしてたけどもここにちょっと森田さん来たら初めて掃除したんですよそうだったんですねそれまで僕掃除しなかったですから、はい、いろいろあります。教養の、はい、英会話メルカリで買いました、いろいろ鉄壁、ね、はい、ターゲットターゲットなんですよ、はい、めちゃくちゃありますよね、はい、多読英語長文、はい、あれターゲット1900バージョンもあって長さとアカデミックもあるじゃないですか、はい、ありますねIELTS 英単語とか、はい、ありますね、あ、懐かしい、田中茂則さんのイメージ単語、はいはい、めっちゃ懐かしいやつ、はいはい、ありますね、速読英単語の、はい、速読物語英文とか、はいはい、ダメな受験生もあるかもしれないですかいや、これはですね、僕が処理しきれてなくて、はい、本当はですね、この大量に一気にもう読む、うん、それを何回も何回も繰り返す、こう絶対言われると思うんですよ、たくさん参考書あってダメな受験生だって、でもね、できる人はできるんですよ、僕見てるんです、東大また飛行機、多読のためにやってる、そうです、英単語って書いてあるけど、はい、中に文とかが載ってるってことです、でそれで多読して、多読してっていう感じですね、なるほど、速読速聴もあるし、銀河メタリカもあるし、ほこりがすげえドラゴンイングリッシュもあるし、はい、ということで、はい、多読、まあ、多読ですね、やってるけれども終わってないと、僕がそうですね、処理しきれてないですけど、こっから多分ね、いけると思うんですよね、普通に、あ、はい、神戸大の英語とかもあるし、阪大のとかもある、あ、そうですね、これ物語文があるんで、あ、そうですね、神戸大学は、ね、そういうのにちょっと問題解いたりしてますね、東大の授業で使ってました、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあそうか、多読のためだったわけですね、はい、そうです、多読です、まあ別に、じゃあ単語帳をやってるわけではないと、そうですね、基本的にそうです、単語は鉄力でまず、はい、で、世界史も多読するんですか、世界史はですね、教科書を、これはなんかたくさんあるんですけど、はい、飛行機待ちがめちゃめちゃあるっていうねこれ教科書いっぱいあるんですけど、はい、なんでいっぱいあるかっていうと、はい、なんか論述の時の表現を変えるためにいっぱいあると、はい、ああ、そうなんですか、はい、なんかこの教科書の中で、結構使える表現とか、あ、どの会社の方がいいかなっていうのを見比べて、はい、論述で、感じです。なるほど。比較して、比較をする。はい、実はじゃあ、ダメ受験生っぽいけど、理由はあると。理論があるんで、だからこれを全部読むってわけじゃないですけど、ベースとなるのは、はい、例えば、東京書籍だったりとか、うんうん、こういうのをベースで読んでたりするんですけど、うんうん、表現を借りるために、使わせてもらう。じゃあ過去問とかやるときにはこれ、はい、この教科書だったらどう書いてあるかなとかっていうのを、あ、そうですね、そう、なんか長文600字とか、うんうんうん、その時書くときにここに載ってるうまい表現を借りて書いていくという、なるほど、はい、そして生活音もいっぱいできますもんね、これ生活、こういう生活ですか、はい、いや、まあ住めば都とかっていうトイレは共同です、でも風呂なしですもんね、風呂はないですね、まあでも近くに銭湯あるんで、でも世界史って日本史ですもんね、そうですね、日本史、じゃあ日本史もやっぱり、あ、でも日本史は基本的に過去問中心に、日本史の方ができる、いや、世界史の方ができますね、今は、
そうなんだ、ね、はい、まあ、よく東大はね、世界史の方がなんですかね、暗記が多いんですよね、多大影響に暗記というか、はい、世界史は。でもなんか日本史は資料を見て そう、ね、そこで読み取ってみたいな問題が多い。昔からよく言われるんですけど、日本史は突き抜けることもできないけど、あ、全然取れないってこともまずない。多分日本語うまければ結構取れたり、よく言われますよね。むしろその世界史とか地理の方が、うん、多分やればやるだけ点は上がりやすいと思います。世界史取りやすいとかってよく言われるんですけど、はい、やっぱそういうの感じます。いや感じますね、そういうのは。今のところちょっと日本史弱いと思います、はいはい、ちょっと詰め切ってないで、ね、一回ちょっと覚えたんですけど、はい、それ全部一回ちょっとパッて忘れちゃってるんで。ああ、なるほど。で、一日の勉強スケジュールどんな感じですか、ね、はい、大体何時間ぐらい。そうですね、まあでもちょっと10時間ぐらいですかね。あ、一日10時間、はい。え、他の仕事とかは一切ないんですか。まあ、ちょこちょこ、本当にちょこちょこ、週一あるかないか。ラジオの方に出させてもらってます。ラジオ、はい、何でしたっけ、タバシのツルピカハゲマルラジオでしたっけ。あ、そんな僕の冠みたいなんだそんな大それたツルピカハゲマルって何聞いたことあるなっていう漫画、懐かしい、コロコロコみたいですか、なんかそんなような気がします。先輩のラジオ出させてもらったりとか。なるほど。そういった感じですね、まあ、基本的にはもう勉強させてもらってるという、うん。でも10時間じゃ少ないって声が来そうですけど、はい、そうですね、まあでももっとやらなきゃいけないと。その14時間どうしてんですか、はい、寝てる時間は何をしてんのかな。結構だからゆっくりご飯食べたりしてやっぱ18時間はやれよって多分来ると思うんですよ。来ますね。ただその浪人生のよくメンタルみたいなとこあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとメンタルやっぱ来る時ありますね、最近こうなると。そうなんだ、はい、やっぱ勉強やりたいですけど、はい、いろいろ考えちゃったりとかしてできない時とかあるんで、ちょっと今正念場ですね。朝起きてからも勉強、起きてまずでも基本的にはそうですね、英語の多読とかやって、はい、まあ、順々にやっていく。ただ基本的に今の時期は英語と数学と、はい、世界史、はい、メインにやってます。世界史をメインにして、はい、メインやってます。理科科目とかは理科全くやってないです。共通テストなんで、まあ、結構直前になるかなと思ってます。うん、国語は国語今ほとんどやってないですよ。あ、そうなんですね。かなり弱くなってる。この夏は夏までちょっとそれメインにやっていこうかなと思ってますね。え、何時に起きるんですか。そう、朝今6時ぐらいに起きて、はい、早く起きて、朝その数学の先生、はい、高田先生プラス竹内先生という、あ、2人いるんですね、はい、フォーカスゴールドの、ね、著者の方に、おー、はいはいはい、教えてもらって、朝にその教科書を精読するという、もう基礎からの叩き込みが必要だということで、教科書をこう確認して読んでいくというのがあるんですけど、せっかく教えてもらってるのに僕は結構寝坊してしまうという。それ申し訳ない。もうそれぞれ3カ所でズーム繋いで朝え、何時に寝てるんですか。だって寝るのが、ね、寝れない時とかあるんで結構2時とかになっちゃって、はい、でそうするとやっぱり朝5時起きとかして結構予習してから臨むん で二度寝しちゃう。前日予習しないんです。前日にする時はそんなできない時もあって、で朝起きてやろうとすると、はい、寝坊って。夜は何時ぐらいまででも勉強は、夜は日によってバラバラですね。結構不規則なんで、それも良くないかもしれないです ね、 ね、不規則な生活で。そうですね、やっぱちょっと規則的にしないといけないかもしれないですね。勉強時間きちんと保てるとか、はい、ルーティンきちんとできてるとかっていう人がやっぱり受かりやすいっていうのはありますからね、うん、ネットつないじゃいます。そうです、ネットつながってますね。そこを遮断すればいいと思います。まあ一応 YouTube もやってないんだけど、やってないですね、はい、配信してない。ネット高田先生たちと Zoom やったら、はい、もうネット切る、埋めるとか親に、いいじゃないですか。受験生だったらね、親に募集されるとか。でもここポスト見れたら取られそうどっかにそうスマホを置くとか使えなくするっていうのはこう見ちゃう、はい、まあそうですね、結構 YouTube 見ちゃうとか。 YouTube 見ちゃいますね。ダメじゃんまあなんていうか、はい、YouTube ね、ただよべ見ていいですよ。数学とか見てわかるんですか。あれ見てね、見てないな、ただよべさん見てないかい。森田先生の授業が無料で見えるなんて見てないでしょ見てないでしょじゃあどういうの見てるんですか、 YouTube 見るの。そんなのでも言っても勉強してますけどね、はい、10時間でも10時間ってことはですね、はい、してない時間の方が長いわけですから。厳しいですね。そうですよ、はい、東大受験者ですから。え、10時間ってでもしてる方じゃないですか。いやでもやっぱ自分は、受験生の時は16時間とかでしたよ。まあ予備校の授業がない時はそうです、はいはい、予備校の授業がある時は当然授業時間で取られちゃうから、はい、最初の数学はどれぐらいなんですか、時間。でも1時間ぐらいですね。9時間ぐらいしかないじゃないですか、はい、自分でやってる時間がこれもどんどん厳しくそこ追求がすごいですね。6時間どうしてんですかってことですよなんとなく過ぎていってしまいますね。そこの6時間をやっぱり集中できるようにやっていかなきゃいけないです、はい、学習アドバイスみたいになっちゃったしんどそうだね、僕もシュンとしちゃってメンタル面ですね、ちょっとメンタルがやばいですね今。いやだからまあやってそう、もうこれコメント荒れまくってますよ、はい、もう予定とかは立てる方ですか。計画表をね書いたりしていかなきゃいけないなっていう、うん、
だからまあそういうメンタル面もあって、うん、YouTube も撮ってなかったんですけど、うんうん、やっぱその辺森田先生が急にこう連絡くれたんで、うん、さあ撮影するしますいいですかっていうことで急に家にこう来てもらったんで、うんうん、あやばいと思って今何も言うこと固まってないしこういうことまで撮るんだと思ってちょっと今びっくりしてますだからちょっと今何も喋れないともごもごしてるという台本も何もなしに始まりました抜き打ちみたいな感じで来てるんで、そうそうそう抜き打ち、まあ、ある意味良かったと言えば良かったですね刺激になって、はい、これで結果体でもらってですねやらなきゃっていう風になれば良かったんじゃないですか、はい、だこの部屋暑いですね9時間どうしてんだってなっちゃうんですから9時間何してんだろうなんか過ぎてっちゃうんですよ物思いにふけてますそれ、はい、ちょっともうそんな昔の文豪じゃないんだから窓の外見て滝蓮太郎みたいな、はい、その窓の外見てちゃダメですよ、そんなもん家だし夜空を見上げて、夜空を見上げて、物に吹けちゃって、そんな場所じゃないじゃないですか、ここ風情もないのに、そう、じゃあまずはやっぱ勉強時間を増やすってことですね。ドラゴンボールの時とかは、いろいろ缶詰やってたんですけど、はいはい、浪人みたいな期間がなくなっていくと、だれちゃいますよね。何かしらやっぱね、区切り区切りで、なんかないと。辛いですね、そうそう、それ作っていかなきゃいけないですね。そうそうそう、思いますね。で、模試も受けたんですよ。ああ、はい。当時の東大模試受けてきましたもんね、はいはい。その結果もちょっと今度、まあ、動画に出る。さすがに YouTube で出していこうかなと、はい。なんか人生相談みたいになって、様子を呈してきましたけど、森田先生に、まさかこんな流れになるとは。そうそうそう。受験はガチですからね。甘くないですから、本当に。その頂点ですから、だって東大は。はい。よろしくありませんね。よろしくないです。ぜひ応援してあげてください。コメント欄にもダメだダメだばっかりだ。ダメだもう厳しい言葉でいいです。本当に厳しく言ってほしいですね。はい、大島さんと匠さん呼んで来てくれるかなと。いや来てくれないと思います。まあ何かしら面白い映画撮れない限りやってこないと思いますけど。そうですね。逆に森田先生よく来てくれましたね。まあなんか面白い映画撮れるんじゃないかと思ったらすごい悲惨な状況。はい、そうですか。3度目の正直。いやここはねもう本当2度あることは3度あるにならないでくださいねここね。やるってまあこう今日きっかけに、ね。はい。もう明日やろうはバカ野郎です。そうですね。ただ予備しか見ちゃいけないようにしてください。YouTube。もうできるんですか？登録全部外して。はい。登録のただ日だけで分かりました見てください本当に、はい、でおすすめ動画一切見ないあれ出てきますもんね誘惑がすごいですよ ね、 YouTube、 ねでもそういう受験生多いと思うんですよよくないですよねすす受験にとってはおすすめ見ないで、はい、それでやってください頑張ってくださいね朝倉未来選手のチャンネル見ないですダメですそれ、はい、もうダメですそんなの、はい、部屋でシャドーボクシングとかしないですダメですそんなのやってちゃダメそんなんやってたんかい朝倉未来に憧れてなんか見て強さに憧れてる自分がちょっといていや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 、はい、僕らめちゃめちゃ細いって、ね、ほっそほそずつはい、はい、ということでじゃあ頑張ってやってくださいはいありがとうございました田橋さんにおいでいただきましょうありがとうございましたありがとうございました。